共通してることって、要は前に行こうが後ろに行こうが横に行こうがリードが張ってるってことなんですよね。はい、だから引っ張らないように今リードを若干短く持ってるんですけど、はい、もうすでに張ってるじゃないですか。はい、ってなると前に出てなくても、はい、要はこれって犬からすると引っ張ってる感覚と全く同じだし、ね、要は変わらないんですよね。はい、だからあの引っ張る犬の飼い主さんって大体リードを結構短く持ちがち。私今ここで要はそうリードを短く持てば持つほどちょっと前に行っただけで引っ張りになっちゃうんですよね。短く持ってるから、はい、だからこそリードっていうのは基本的には長く持つ基本的には。あゆとりあって、そうそう、ゆとりにあって常にこうタラーンってしてるのをキープした状態で歩くのが理想。はい、たまに名前を呼んでアイコンタクト、はい、人間は常にこの辺にいるんだよっていうのを意識してもらうのと同時進行でやっていかないと、お散歩のトレーニングだけを入れても多分無理。基本的にはあの自分の自由な場所に人間はついていかない方がいいですね。まあ、自分が引っ張っていけば人間はどこまでもついてくるっていうのを思ってるんで、そうじゃなくて犬が人間に合わせるんだよっていうことを、散歩に関してはどこまでもついてったらやっぱり関係性っていうのも良くないし、自分の言うことが 100% 通るってやっぱ思っちゃうと、はい、普段の生活にも絶対影響出ますよ。長く持ってあげて、はい、ちょっと気づいてもらいます。これが今やめてほしいことなんだよっていうの、わさび。よいしょ。でこの時に別に怒る必要もないし、はい、褒める必要もないです。引っ張らないっていうのは当たり前、はい、ダメ。その引っ張りっていうのはリードが張ったことに対してなんで、前横、前だけ、前の引っ張りだけっていうことじゃなくて、それは横にも適用するし、はい、後ろにも適用します。で今リードの持ち手が変わって歩きたくないってなっても、僕は歩きたい、はい、ついてくるのが当たり前なんで、後ろに引っ張ったことに対してもあの若干注意はします。わさびで、たまにこう止まって意識を強くさせる。おいで、わさび。さあさあ、別に触って褒める必要はないんで、まあ、声で褒めてあげたりとか、それが合ってる間違ってるっていうね、サインを人間がしっかり出してあげて、あとこれです。あくまでも散歩なんで、もう本当リードもこうダラーンと思って、はい、気もあのやっぱリラックスして歩いてほしいんで、もまあ、とにかく本当ダラダラで歩いていいです。リラックスして、はい、でそういう引っ張りが出た時だけスイッチを入れる。常にスイッチ入れてると犬も固まっちゃうんで、車通るところは怖いんで僕も短く持っちゃいますけど、目が訴えてる。今までと違って自分のペースでどこにも行けないので、はい、弱い心が。まあね、本当に優しいやり方だとおやつでするとか、うん、まあ、いろいろあるけど、まあ、それは一生おやつを使うこと前提になるんで、根本解決ではないんで。確かに。ダメダメダメ。そう。リコ、OK。 そう。で、手は下げましょう。あ、はい。やっぱ釣ってるとちょっと歩いただけで引っ張あの張っちゃうんで。ガンガン意識してきて、トレーナー見てる。この人見なきゃ。バスビー。いいです、引っ張っちゃって。あくまでもリード持ってるの今ね、僕じゃないかな。手動はリード持ってる人。手動はリード持ってる。ちゃんと見てる。
Thank you.